こちらの動画ではすでに返し弾きは弾けますよという方に向けまして送り弾きとの音の強さのバランスそれから音色についてもう一度見直してみましょうというお話をしていきたいと思います。えー、まず音の強さなんですけれども送り弾きに比べて返し弾きは力が入れにくくて弱くなってしまいやすいです。でですすから、カエルの歌ですと、 こんな風になってしまいやすいです。一見すると弾けているようなんですけれどもよよくよく聞くくとと返し弾きの方が弱くなっていると思いる思ます。これでもあんまり不自然な感じはしないよという場合もあるんですがこの返し弾きのところにアクセントが来ているような曲もあるので。 曲に応じて返し弾きも強く弾けるように練習しておいた方が演奏のバリエーションは広がると思いますそれから音色についてなんですが送り弾きは4弦側から1弦側に向かって弾くので4弦の音が強くなりますこれに対して返し弾きは1弦から4弦側に向かって弾くので 一弦の音が強くなります。このように送り引きと返し引きは音色が変わります。初代鈴木金城先生は、この送り引きと返し引きの音色が違う、これが対象ごとの良いところだというふうにおっしゃっています。この音色の違いを生かして、わざと返し引きを使っているという数字譜も中にはありますが、 このチャンネルの数字符はただ16分音符で右手が忙しいから返し弾きを使って往復で弾くというだけのものですからあまりにも送り弾きと返し弾きの音色が違ってしまうと変な感じになります。で特に私がそうだったんですけれども速い曲で返し弾きをしていると4弦までしっかりならないということがよくありました。 返し引きをしっかりと引くにはどうすればよいかということについて説明させていいいたただきたいと思いますまずピックの持ち方なんですが送り引きの時は手前側に太い親指がしっかりと支えているので安定するんですが返し引きの時は反対側の人差し指あるいは人差し指と中指裏側をしっかり支えていないと えー、こちらから力がかかった時にグニャッとなってあのピックが逃げてしまいますですから返し引きを練習する時は特にピックの裏側を支える人差し指中指をしっかりと持つように意識してみてくださいそれからこちら側の動きはちょっと動かしにくいかと思うんですがだからこそ振りが小さくならないように 大きく振るようにしてみてみくださいそれでこちらに手首を振るっていうのは日常生活であんまり使わないし力も入りにくいんですねですからこの手首の回転を利用してやると割と大きな音も出せるかと思います。 で送り引きの時と同じなんですがピックは弦にににに対ししししして直角角当たるよように意識しましょう。うう。意識ままょょ度がつかないようにしましょうでちなみに私はできるだけ4弦まで鳴らしたいなーっていう気持ちがあるので返し引きの時は手首を入れてやはピックを手前に傾けて引くようなイメージを持っていますけれどもそれぞれ皆さん弾きやすいように工夫してみてもらえるとありがたいです。 えそれで返し弾きの特訓ということで、えー、リズムが簡単な曲を全部返し弾きで練習してみようということをやってみようと思います今回はキラキララ星、このチャンネルの数字譜の動画をそのまま使って全部返し弾きで弾いていきたいと思います このように全部返し弾きで弾いてみると結構鍛えられると思います、えー、返し弾きを弾く時は送り弾きとの音の強さのバランスそれから音源までしっかり鳴っているかという音色に注目して練習してみてください最後までご視聴ありがとうございました